昼でも夜でもおはようございます。ヒロです。今作は調査報告のような動画です。1年間お笑い芸人おぎやはぎのメガネビーキという大人気ラジオのグッズであるクソメンクソガールキャップをかぶって全国各地を旅したりライブしたりしてきました。画像はラジオのオフィシャルブックと私のファーストアルバムステラ発売記念で作ったステッカーです。まずクソメンキャップの説明をしないといけませんね。画像でもわかる通りキャップというくらいで帽子です。結構洒落た帽子だと思います。そしてこの帽子には大きな特性があります。おぎやはぎが出会いの少ない口下手なラジオリスナーのためにこの帽子をかぶってる人には自由に話しかけていいとしたのです。ということで1年間話しかけられるのを待ちつつ、もしこのキャップをかぶってる人がいたら話しかけようと思い生活してきました。いろんなところへ行ってきました。北は北海道、南は沖縄と言いたいところですが、北は福島、南は岐阜までです。画像を見てどこか分かったらコメントしてみてください。さて結果はというと、東南アジアの恵まれない子供たちのための募金を集めている人と春を売ってる人に声をかけられただけでした。ライブなどで知り合った人で話してみたらおぎやはぎのラジオリスナーだったなんてことは何度かあったんですけどね。私は今でもたまにクソメンキャップをかぶっていますし、この動画を見た人は街中で誰かがかぶっている場合でも気軽に声をかけてみてくださいね。ちなみにいつ通販が終わるか分かりませんが、ラジオのスペシャルストアで今2019年3月現在も買えます。説明文にリンクを貼っておきます。最後まで視聴していただきありがとうございました。皆さんに声をかけられる日を楽しみに待っています。ラジオ大好きミュージシャンヒロでした。